右は大久保です。後ろから伊藤が上がってきた。大久保股抜きから大久保チャンス、右足伊藤のシュート。浦和の際どいチャンスは受けてから、まあ、スピードに乗るまでちょっと時間はかかりましたけど、自分の前でしっかりと持ってって相手が出てくるのを待って股抜き、そして1回長い。さあマテウスが右スプリントしてます。森下も上がった、打ってきました長い、名古屋らしく手数をかけずに鋭く攻め切ってきました。ちょっと遅くなるので狙われましたけど、中も意識しつつニアサイド狙いましたね、はい、狙ってくることもありますよこの角度でもね。さあマテウス落とした、ナイスキーパーしのぎました西川。まず最初はこれ、はい、よく弾きましたね。前なんか、ね、あれのレシーブみたいな感じですね。そうですね、はい、まあ面作るしかないのでこういうボールはね。この10番の左足のキック、名古屋の武器です。サインプレー稲垣右足ダイレクト、ヘディングシュート、ナイスキーパー、また西川、そしてもう1回西川。サインプレーからの決定機、名古屋伊藤は残せない、稲垣にプレス、稲垣にプレス、こぼれ球、米本、おっと、あ、素晴らしい、秋元左足、今の一連のカウンタープレスは良かったですね、ですね、あったんですが、何度もプレッシャーをかけました、はい、でこの岩尾が効いてましたね、はい、はい、サイドを変えた小泉、斜めに入れた伊藤のパス、興梠が引き取って左足、ここ彼もやっぱり人気どもの選手ではないと思いますからね、はい、お胸トラップで前、永井が自分のスピードを生かした、酒井がついた、スライディングした酒井、永井のシュートは右です。米本頭で前に出した、チャンス、マテウス、マテウス、うわ決定機、手前に入れてきた、際どい球、フリック、ああユーカーがいた、西川出ます、サイドではなかったですしね、うまかったですよね、うん、出方が、はい、ファイナルホイッスル、2位と3位の上位対決、決着つかず、どちらも得点なく。